今回はピア10の駆逐艦、グロザボイを使用していきます。頑張っていきますよ。ピア10の駆逐艦なら結構楽にヤマトを倒せそうな感じはするな。それは私も考えたので、今回は AP 弾縛りでいきます。え、それ大丈夫なの？まあ、なんとかなるでしょう。さっきから撃ってるが全く貫通してないぞ。角度がついてるせいで上部構造物すら貫通できてない感じかしら。もしくはヤマトと距離があるせいで貫通力が下がってるとか。これでも駆逐艦の中じゃこのグロザボイが一番 AP の貫通力は高いはずだぜ。とか言ってる間に敵ヤマトの装甲を貫通し始めたわ。装甲の角度がついてるせいだったんだな。それと敵弾飛来よ。より腕回避です。それにしてもグロザボイは弾速が速くて当てやすいですね。当てやすいのはいいけどダメージは入りにくいけどな。でも一斉射でだいたい1500ダメージくらい与えられてますので悪くはないです。大海原ってのもあって障害物がない分、純粋な回避運動と偏差射撃が求められる試合ね。もしかしてだけどサナエが大海原を選んだ理由って座礁しないからなんじゃ。あ、何のことかな。完全に図星っぽいな。そんなサナエにヤマトからの砲撃が。痛い。5000ぐらい持っていかれましたね。受けるダメージからしてこれ倒せるか微妙じゃないですか。やられる前にやるんだにょん。とは言ってもですね、ヤマトの精度もなかなかなので厳しいです。それにこのペースで削るとなると軽く10分以上かかりそうなのですが。頑張れ頑張れ。マリサさん結構人ごとじゃないですか。実際見てるこっちとしても生えないからな。この動画をインスタに投稿してもいいね。一件も来なさそう。いや、インスタに投稿しないから大丈夫です。この試合は長期戦になりそうね。となればやることは一つですね。何するんですか。時を加速させます。せっかくやってるんですから。全カットされるよりはマシでしょ。それはそうですけど。倍速しても長い戦いになりそうだからお菓子持ってくるね。ニョンも選びたいニョン。じゃあニョンも、一緒に行こうか。実況しましょうよ。お菓子どこ。この部屋には置いてないみたいニョン。じゃあ買いに行こうか。にゃん。アリスたち帰ってこないわね。様子見に行ってきましょうか。って実況メンバーがどんどん減っていってる気が。サナエさんは頑張っててくださいね。だってよサナエ。今ここに残ってるのはマリサさんとパチュリーさんだけですか。早く倒しちゃってね。実際実況することあんまりないしな。例えば海が綺麗だなとかあるじゃないですか。もはや戦闘とは関係ない件について。マップも大海原にするから海以外の風景がなくて寂しいな。ひょっとして大海原選んだ理由って座礁の心配がないからとか。図星だな。図星ね。買い物買い物。わっせいわっせい。ですね、こちら2300円になります。にょんはそんなにお金持ってないにょん。大丈夫大丈夫、こんな時のためにこれを持ってきたから。うぷ主の魔法のカード。いや、よく持ってきたにょんね。これでお願いします。すみません、うちの店現金のみなんですよ。こんなところにいたのですか。あ、昨夜、お金払わないといけなくて。しょうがないですね、私が払いますよ。はい、5000円お預かりします。昨夜ありがとう。それにしても昨夜がお金持ってくれていて助かったにゃん。うぷ主のへそくりから拝借していて正解でした。いや、その一言で台無しだよ。お釣りが2700円に。はい、それで戻りますよ。はい、ありがとうございました。ヤマトが横を向けているときは比較的ダメージを与えられてるわね。こちらから強い一撃を与えられるわけではないけどな。ただいま。あ、ヨウムさんとアリスさん、やっと帰ってきましたか。試合の方はどうなってますか。昨夜も一緒ね。ヤマトには累計4万ダメージくらいを与えられた感じです。だったら残り6万くらい削れば耐久的には沈められるかな。ヤマトは修理班を持ってるから実質14万近くの耐久を持ってるわ。となると残り10万ダメージか。まだまだかかりますね。じゃあ買ってきたお菓子食べながらサナエを応援するにょん。そうだねー、お菓子開けよう。何買ってきたの。私も1個欲しいんだぜ。実況よりお菓子にみんな群がってサナエは悲しいのです。ファファフェファンファフェ。口に物を入れながら喋らないでください。もぐ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 。このポテチ最近発売された新登場の味だっけ。ラブリーチーズ味らしいにょん。
お、タケノコとキノコもあるじゃないか。そうですね。今回の動画アンケートはキノコかタケノコかにしてみましょうか。お、それいいな。私はなんと言ってもタケノコだけどね。え、そこはキノコでしょ。私はカントリーマアムがいいわ。いや、それはない。なんでよ。はあ、一人でやる実況がこんなに寂しいものだなんて。気温少女の鐘の声、所領無常の響きあり、シャラ掃除の花の色、乗車必須への断りを表す、溺れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、竹着物もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。さなえ、何してるんだぜ。この世のすべての現象は絶えず変化していくんですよ。お、おう。アリスがよかったらさなえも食べないかって。アイスだけど食べるか。はい、いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。いや、食べるの早いな。おい、奇跡の力を使いました。フォンフォフォフェ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 フォー。そんなことで奇跡の力を使わないでよ。だそうです。いや、どうしてパチュリーが翻訳できるんだよ。食べ終わっちゃったから戻ってきたよ。皆さん戻ってきてくれて嬉しいです。試合の方は6万ダメージ後半とまだまだ半分といったところですね。今は射撃しないの？射程が届かないので隠蔽状態に戻って距離を詰めているところです。こちらの耐久は修理班を使い切っていて残り半分といったところね。若干劣勢かもな。ただ相手のコンピューターの砲撃における癖がなんとなく分かってきたので回避していけば大丈夫です。どんな癖があるの？敵は砲撃を外した際、次の射撃ではそれの修正者を行ってきます。したがって回避運動をする際、同じ回避方法を続けると被弾するリスクが上昇します。そこで回避行動にレパートリーを持たせることによって敵弾を避けやすくするのです。なるほど、確かにそれは使えそうだな。それとまあ当たり前のことですが距離を保って交戦することですね。ヤマトの砲弾は精度と威力がかなり高いから距離取らないと十分に回避行動取れないしな。これがモンタナ相手とかなら精度が低い分違った動きで敵弾回避できそうね。ヤマトが縦向き始めたので弾かれそうです。冗談システムは確か天城の時に話したので今回は説明しませんよ。横向けていてくれればいい感じに駆逐艦の AP でもダメージ入るのは面白いです。実際問題、現実において昇降系 AP だけでヤマトを沈められるんだろうか。第二次世界大戦あたりの軍艦は AP であっても策略自体は入っているので、新艦を内部で爆発させられている環境や煙突、甲板には被害を与えられているはずです。ただ艦橋の司令部や甲板下の機関室や居住区、四方等は分厚い装甲で覆われているので損傷は軽微でしょう。したがって現実においてはヤマト全体としての損傷による稼働率低下はありそうですが、撃沈は難しいでしょう。確かによく考えてみたらその通りだな。昨夜の話を聞いている間によダメが9万を超えたわ。残りヤマトの耐久約4万、ここまでよく削ったもんね。ここで動画をさらに倍速にします。もう終盤なのにどうして倍速するんですか。ウプ主がもう限界らしいのです。結構埋めたい理由だった。かなり痛いの食らったわね今。よだめ100万超えましたし、このまま削り切りたいです。ここで陰幕を展開して敵の発砲ペナルティの間だけでも一方的に砲撃を行います。ここまで来たらなんとしても勝ちたいものね。敵が発砲したので一方的に射撃ができます。ここでダメージを稼ぎたいところだな。敵の発砲ペナルティがなくなって隠蔽に入られたので陰幕から出て攻撃を加えます。敵ヤマトを発見したわ。残り耐久は2万程度、もう少しでやっとヤマトを撃沈でかそうだよ。こちらの耐久も6000弱でワンパン圏内だから十分気をつけてね。敵残り耐久1万程度まで削れました。ここで盾向けてきますか。ダメージが格段に通りにくくなってしまうな。と敵ヤマトが重火事して全問停車する体勢をしてきたわ。警戒しつつも砲撃続けます。本艦の耐久4600程度か、なかなか接戦だな。敵弾飛来よ。華麗に回避しました。自分で華麗にとか言うなし。でまた盾向けてきたのでダメージが入らないです。もう敵ヤマトの耐久はミリね。横向けましたし、これでとどめです。よし、やりました。はい、というわけでサナエさんのヤマトチャレンジは無事成功しました。砲撃も回避行動もずっとしてて疲れました。試合時間は実に約20分程度と予想していたよりも長丁場となってはしまいましたが、耐久差的にもなかなかいい試合であったと思います。サナエお疲れ。最後の方は沈むんじゃないかとヒヤヒヤしたぜ。いいものが見れたもん。あれだけ長い時間戦っていたのだからしっかり
のよ。はい、ありがとうございます。それでは採点結果の方に入っていきたいと思います。今回は技術点3点、芸術点2点、特別点0点と勝利点1点の計6点になります。あれ、特別点はないんですか？それは功労として、うぷ主が動画の編集がしんどかったからと。いや、めちゃくちゃ個人的でどうでもいい理由かよ。計6点ということは私と同じね。私ももう1点欲しかったな。ちなみになのですが、敵ヤマトに命中した弾は723発でした。ランダム戦じゃお目にかかれない数字ね。はい、これでこの動画は以上となります。また別の動画でお会いしましょう。